ソユーズ L1 計画はソビエト連邦による有人月接近飛行計画である。アメリカ合衆国の有人月旅行計画はアポロ計画一つであったが、ソ連による有人月旅行計画はソユーズ L1 計画とソユーズ L3 計画が別個の計画として並行して進められていた。ソユーズ L1 宇宙船はソユーズ宇宙船の有人月接近飛行のための派生型で、 地球周回用ソユーズにある先端の軌道モジュールは省かれ、代わりに機関カプセルの先端に予備のパラシュートが格納され、また月旅行用の後方システムを装備していた。プロトンドケットによって月に向かって打ち上げられる。アポロ宇宙船がすべての操作が手動であったのに対して、ソユーズ L1 宇宙船は基本的に全自動操縦で人間が 操縦管を握るのは緊急時のみとされていた。全自動操縦が可能なため、安全確認のために、ソユーズエル1計画の全自動無人リハーサルが、無人ガツ探査機を装って、ゾンド4号、ゾンド5号、ゾンド6号という名称で実行され、生物を搭載してそれぞれ月を周回して地球に帰還し、成功と報道された。しかしながら、実際には、ゾンド5号は、 弾道再突入、インド洋不時着のため、ゾンド6号は原圧とパラシュートの不完全作動によるクラッシュのため完全な成功を収めたとは言い切れない状況であった。それにもかかわらず、当初の予定より1ヶ月遅れで、ソユーズエル1宇宙船の有人月旅行は1968年12月9日とセットされた。つまり、アメリカのアポロ8号による 友人月集会の2週間前で、もし実行していれば、世界初の友人月旅行は、ソ連の宇宙飛行士だったことになる。打ち上げ3日前には、アレクセイ・レオーノフ、オレグマカロフ両宇宙飛行士がモスクワから、バイコヌール宇宙基地に飛行機で到着し、打ち上げ準備は万全となった。しかし、打ち上げ準備が万全であったにもかかわらず、 ソ連政府のソユーズ L1 有人月接近飛行の実行に対する正式な許可は降りなかった。レオーノフをはじめとする宇宙飛行士たちは政府の許可がなかなか降りないことに苛立ち、ソ連共産党中央委員会に直接手紙を出し、早く許可を出すように時期訴したが、結局許可は降りなかった。その理由は、1967年4月のソユーズ1号の3時により、 ソ連政府が慎重になったためと言われている。1968年12月9日の有人月接近飛行が中止された後、礼人生誕100周年を記念して、同年に1回きりの月接近飛行を行うことが再提案された。よって、ソユーズエル1の無人自動操縦リハーサルは続けられた1970年10月にゾンド8号。 ゾンド7号は完全な成功を収めたが、ゾンド8号がインド洋に不時着したためか、これも実現されることはなく、2機の有人用ソユーズ L1 宇宙船が完成していたにもかかわらず、1970年10月30日の政府命令により、ソユーズ L1 計画は正式に中止となった。ありがとうございます。